皆さん、こんにちは。コミュニクス代表取締役、柳川でございます。いつもご支援をいただき、ありがとうございます。弊社は2018年より、YG1 のエンドミルク、ドリルを在庫化し、販売を開始いたしました。すでにご視聴いただいているお客様は大変好評を博しておりますが、まだまだその性能が広く認知されるには至っておりません。本日は弊社テクニカルセンターでの検証をもとに YG エンドミルシリーズの一つ、4G ミルをご紹介したいと存じます。視聴者参加特典もありますので、どうか最後までお付き合いをいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。コミュニクステクニカルセンターの新木と申します。弊社が販売しているエンドミルは、ニューセンチュリーと YG1 という2つのメーカーがメインとなっております。使い分けですが、ニューセンチュリーは S50C や SCM といった一般工用になります。それに対し YG1 はステンレス用の V7、アルミ用のアルカット、プリハードン鋼金型工用の 4G ミル、高硬度工用の X5070 という4つのシリーズとなっております。今回は 4G ミルについてご説明させていただきます。4G ミルはプリハードン鋼金型工用と申しましたが、対象ワークを具体的に言いますと、NAC55、HiPM1、DACMAGIC といった高度が HRC40 から55程度のものになります。通常、この領域の硬さでは汎用エンドミルで加工します。HRC50 以上になると高硬度用を使用することが多いです。なぜ YG は 4G ミルを開発し推奨しているのか、その理由は汎用や高硬度用より寿命アップが見込めるからです。汎用エンドミルは基本的に S50C、SCM440、SAS304 といった高度でいうと HRC10 から20程度のワークを対象にしています。柔らかいワークの場合は切れ味を重視します。切れ味がないエンドミルの場合、ビビリが発生したり、面粗さが悪くなったり、寸法が安定しないといったことが起こります。そのためポジ刃先だったり刃先処理が小さくなっていることが多いです。一方、高硬度用エンドミルはその名の通り硬いワーク、 SKD61、SKD11 の焼き入れ材といった HRC50 から65程度のワークを対象にしています。硬いワークの場合は刃先強度を重視します。切れ味ももちろん必要なのですが、それ以上に刃先に強度がなければすぐに欠けてしまいます。そのためネガ刃先だったり刃先処理が大きくなっていることが多いです。ではその中間に位置する 4G ミルが目指したものは何かと言いますと、切れ味と刃先強度の両立です。 HRC40 から50といったワークの場合、あまり切れ味がありすぎると摩耗が早くなりますが、かといってネガ刃先で強度を高めすぎると切削抵抗が増えて刃への衝撃が増します。切れ味と刃先強度をバランスよく兼ね備えた 4G ミルがプリハードン鋼金型鋼には最適というのが YG の考えです。では弊社テクニカルセンターで行ったテストをもとに、その性能を確認していきます。使用工具は R3 2枚刃のボールエンドミル5種類、機械は BBT40 のマシニングセンターです。国内 A 社は高硬度用のエンドミルでトップシェアのメーカーです。無垢材からこのような形状に加工しました。切削条件は示されている通りです。はじめに HRC40 の NAC55 でテストを行いました。使用したエンドミルは YG 高硬度用を除く4種類です。
加工時間は220分です。加工後の刃先写真です。ニューセンチュリー汎用は大きな欠けが見られます。国内 A 社汎用は大きな欠けもなく正常な摩耗です。国内 A 社高高度用はコーティングの剥離が見られます。4G ミルはわずかな摩耗が見られるのみで非常に綺麗な状態です。次に HRC50 のダックマジックでテストを行いました。使用したエンドミルはニューセンチュリー汎用を除く4種類です。加工時間は90分です。国内 A 社汎用は大きな欠けが見られます。国内 A 社高高度用は汎用ほどではないですが小さな欠けが見られます。YG 高高度用は全体的に摩耗が進んでいます。4G ミルは大きな欠けもなく摩耗量も少ないです。次に HRC55 の SLD 鋼でテストを行いました。使用したエンドミルは汎用を除く3種類です。加工時間は30分です。国内 A 社高高度用は小さな欠けはありますがさほど摩耗は進んでいません。YG 高高度用も国内 A 社と同程度の欠けや摩耗です。 4G ミルは先ほどの2つに比べ摩耗量が多いです。以上の結果から 4G ミルは国内トップシェアの製品と同等以上の性能を持ち、特に HRC40 から50の加工において寿命アップが期待できるエンドミルといえます。さてそんな 4G ミルの価格はといいますと、非常にお求めやすく設定しています。このグラフは A 社高高度用を100とした時の他のエンドミルの価格イメージです。ニューセンチュリー汎用よりは若干高いですが A 社製品の半分を下回ります。価格が安いのは品質が悪いからだと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。 YG1 は世界28カ所に工場を持ち、生産機械は4500台以上ありますが、研磨機はワルターやアンカーといった超一流のものを使用しています。また一部自社製のものもあります。それらの機械をロボットを導入することで徹底的に自動化し、24時間365日稼働できる体制にしています。素材も製品に応じた高品質なものを世界中から調達しています。コーティング炉も世界有数の技術を誇るバルザース社のものを使っています。安かろう悪かろうではなく、一流の設備を徹底的に自動化し稼働させることで大量生産を実現しているので、コストが抑えられるわけです。どうぞ安心してご使用ください。
4G ミルのラインナップですが、ボール、ラジアス、スクエア、ラフィング、ネック付きと豊富にあります。不等ピッチ、不等リードを施した4枚刃スクエアのタイプに関しては、弱ネジレ、強ネジレの2種類がラインナップされています。機械合成やワーククランプに応じて使い分けが可能です。さて、今回はこの動画をご覧いただいた方へ、特別に 4G ミルを1本無償でプレゼントいたします。工具径は 12π 以下ならどの型番でも OK です。こちらのメールアドレス、もしくは弊社営業までご連絡ください。 HRC40 未満のワーク、例えば調湿工や軟削材などで寿命アップさせたいといったお客様もぜひお申し込みください。また選定にあたり不明点があればお手伝いしますので、お問い合わせいただけたらと思います。この機会にぜひ 4G ミルの性能を実感してみてください。いかがでしたでしょうか。いろいろと説明しましたが、最終的にはお客様の機会で削っていただくことが一番かと思います。サンプルのご応募お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。